こんにちは、ウッキーです。この動画ではタイトルのように GoPro のアクションカメラの各種設定をカメラの方が HEROFORブラック、そしてスマートフォンの方が iPhone6 プラスを用いて専用のアプリを使って一通り操作してみたいと思います。セッティング項目を一通り見ていきますので時間がかかるかもしれませんが、ご興味のある方は最後までお付き合いください。一番最初はカメラのね、メインスイッチをとりあえず長押しして入れて、で液晶が表示されましたら、ここを1、2、3と3回押して、このセットアップの状態で一番上のボタンを押すと、1回押すとこの Wi-Fi のねとこに入りますから、あ、もう一度上ですね、もう一度上を押して、もう一回押すとこれで Wi-Fi がオンになりました。この状態で設定から Wi-Fi に行って、そうするとね、この UKI ってこれが出てきますから、もう前もってウッキーはセッティングしてあるので、ね、この名前をタップします。これが GoPro の名前になります、ウッキーの場合は。そしてこの GoPro のアプリを立ち上げて、コンタクトユアーズカメラ、ここをタップすると、もう繋がってるっていうのがね、わかりますね。で、コントロールに入ります。で、プレビュー is not support ってなっている場合は、ここを一回押して、もう一度、こうかな。これで入りましたね。はい、入りました。こんな感じでカメラが映っている範囲を表示できます。ここまで来ますと、スマホで全ての操作ができますので、ここからは一つ一つ触ってみたいと思います。まず画面右上のこのメインスイッチですけどね、これを押してみると、完全にこんな感じで、オフになります。でもこのね、カメラ本体のこの部分は、このブルーのね、LED が点滅してるんですけど、これはどういう意味かと言いますと、これは Wi-Fi だけは通信していることを表しています。もう一度、メインスイッチオンで、で、また、復活しましたね。では、次は、この画面右下のこの工具のマークをタップしてみます。で、工具のマークをタップすると、こんな感じで、セッティングできる一覧が出てきます。じゃあ一番上のビデオセッティングから見ていきましょう。ビデオセッティングのこのリーソリューションっていうのは、タップするとこんな感じなんですが、解像度がたくさん出てきます。画面解像度は一番最高は 4K から 2.7K、フル HD の 1080 と、純 HD の720で大まかに分けられていますが、それぞれにこのスーパービューモードっていうのがあります。これは超広角の撮影の時に選ぶのがスーパービューモードです。で、これらの解像度によってフレームレートの選択できる範囲が少しずつ違ってくるんですけども、例えば1080ですと、このフレームレートが最高が120。FPS までこんな感じでね、選択できるんですけども、例えばこれをこんな感じでスーパービューにすると、80まで、フレームレートが120から80に落ちましたね。そんな感じで超広角モードにするとちょっとフレームレートが、最高フレームレートが落ちるみたいです。それでもう一つ、このローライトっていうのがあるんですけど、これは低いフレームレート、例えば30とかにするとなくなります。で、48以上にするとこんな感じでローライトが現れるみたいです。とりあえず1080の普通に戻しますね。例えば60フレーム。フル HD の60フレームで。で、この次はですね、その下のフィールドオブビューっていうのがあるんですけど、これはワイドとミディアムとナローの
3種類の選択ができます。超広角と広角と標準レンズみたいな感じでしょうかね。実際の画面でも確かめることができますが、今例えばワイドですとこんな感じの画面範囲ですが、もう一度ここをタップして、例えばこのナローにするとこんな感じでもう映ってないですよね。全然画角が変わります。だいぶ狭くなりますね。じゃあもう一度ワイドにしてみますと、こんな感じで広い範囲が撮影できるようになります。で、先ほどのリソリューションでこのスーパービューを選択しているときはもうこのレンズの画角の設定変更はできないですからね。もうワイドのみになります。だから必ず普通の状態の HD に戻してこの画角を選択してください。じゃあ次に行きます。次はね、これはスポットメーターですよね。スポットメーターは露出のモードを切り替えでオンにするとこのね、逆光や空がたくさん入るようなフレーミングで画面全体が暗くなるのを防いだりとかできるんですけどね。でもまあクッキーが今まで使ってきた結果では、オンにしなくてもね、露出の平均値が優れているので普段はオフで良いと思います。これですね。その下のプロチューンですね。このプロチューンをオンにするとこんな感じで設定項目が増えます。一番上はホワイトバランスですね。ホワイトバランスをタップしてみるとオートと35,500、6,500、ネイティブと選びますが、簡単に言いますと 3000K はこのウッキーのような白熱透過でいわゆる暖色系の光源のね環境で使います。 5500K は屋外などの晴天下で、6500は曇ったり雨が降っている時に使うモードになります。そしてネイティブは業界で定められた最適色みたいな感じになるんですけどね、これも普段はねオートで問題ないと思いますが、例えば、この室内で、この6500をね仮に選択するとこんな感じで真っ黄っ黄の画面になりますね。で、即座にこんな感じでね、画面で反映して、こう確認ができますのでね、一回一回確認しながら見ると良いと思います。まあ、とりあえずオートに戻します。オートに戻すと、こんな感じですね。次はカラーですね。カラーをタップすると、こんな感じで、GoPro カラーっていうのと、このフラットがね選びますけれども、まあ、GoPro カラーっていうのはね色が比較的しっかり乗った状態でそれがね標準設定になっていますけれども、撮影のちにねこの色などの設定や調整をする場合はハイライトからシャドウまでの階調をなるべくたくさん表現する場合はねこのフラットを選ぶと良いと思います。ちなみにフラットを選択するとこんな感じですね。だいぶ奥のこのシャドウのね部分とか顔の部分がやっぱりフラットになりますね。もう一度これを GoPro カラーにするとこんな感じになります。奥のこの辺の部分がだいぶ暗いですね、やっぱり。はい、そんな感じです。次は ISO リミットですね。ISO リミットをタップするとこんな感じでね感度がたくさん現れますけれども、デフォルトでは1600になっていますが ISO6400 まで上げると随分暗い場所でもね明るく撮れると思いますが、相当ね、画面全体がありますからこの ISO1600 のそのままで良いかもしれませんね。これは戻って次行きたいと思います。シャープネスですが、タップするとこんな感じでねハイとミドルと、ローが選択できますが、ウッキーは、いつもハイにしています。
これでね、例えば 4K の30コマで撮影するとね、相当シャキッとして目が随分良くなった印象でね、撮影できるので気に入っています。まあコントラストもね、だいぶ強いですからね、ローとかミドル、ミディアムに必要に応じて選択して、こうね、撮影したものを見比べて今後の参考にすると良いと思います。次は EV って書いてますけど、これは露出補正ですけどね、こうスライドすると 0.51、 1.5、 最高2段ですかね、最高2段です。マイナスも2段、ちなみにプラス2段で液晶画面を見てみると、だいぶ明るいですね、相当明るいです。まあ必要に応じて変える感じですよね。スライドバーで動かしながら明るさを見れるので、スキーなどのね、雪景色とかではこの EV をね、プラスに必要に応じてすると良い場合がありますし、逆にね、画面全体が黒っぽい被写体、例えば花火などでは設定を必要に応じてマイナスに振ると良い結果になりそうです。実際にね、さっきお見せした通り2段まで明るくすると画面全体もね、結構明るくなります。で、その下はリセットプロチューン、いわゆるあれですね、この設定をデフォルトの状態に戻すってことですよね。一瞬で元の状態に戻すことができます。ちなみに押すと、あ、こういうボタンが出てきますね。で、リセットって押すと GoPro が推薦してる、ね、標準セッティングに戻るということですね。ここまでが動画に対するね、撮影設定の一覧になります。じゃあ次はフォトセッティングを見てみましょう。フォトセッティングはここですね。まず一番上のシャッターっていうのは、まあ、オートと、長時間録画ですね。いわゆるこれは2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒とシャッターを開ける状態を変えることができるみたいです。そして、次はメガピクセル。メガピクセルは、標準のデフォルトでは 12MP ワイドになってますね。これは1200万画素っていうことでしょう。あと700万画素と500万画素が選べます。画角も700万画素と500万画素は変えることができるみたいですね。で、次は、スポットメーター。ムービーと一緒ですね。スポットメーターがあって、プロチューンをオンにすると、同じようにこんな感じで出てくるわけですね。これらのセッティングもね、だいたいムービーと同じ感じですが、ISO 感度のこの、リミットが、このムービーの時はね、6400っていうのがあったんですけど、最高でも800までの設定になります。他の設定はね、先ほどご説明した、動画と同じになりますので、ここでは省略させていただきます。じゃあ戻りまして、次はこのマルチショットセッティングですね。これも写真とほぼ同じだと思うんですけどね、シャッター同じだし、インターバル、これがありますね。デフォルトでは、コンティニューズで連写ですね。連写にチェックが入っていますから、こう4秒から1分、2分、5分、30秒、30分、60分までインターバル撮影は選べるみたいです。で、また、メガピクセルも同じで、スポットメーターがあって、またプロチューンがあって、この辺あたりも同じですね。ホワイトバランス、 GoPro カラーフラットとか、 ISO リミット800も一緒だし、シャープネスとか、まあ、EVリセット全部同じですね。で、同じなので次行きたいと思います。この次はね、このセットアップ項目に行きたいと思います。一番上からまずこのオリエンテーションとありますが、アップってなってますね。
アップとダウンとオートになっていますけれども、これはカメラの向きになります。通常ではねアップで良いですが、カメラを逆さまに設置してのこの撮影などではこのダウンになります。オートだと自動判別してくれるみたいですね。で戻って次はデフォルトモード。デフォルトモードをタップするとビデオと写真とマルチショット、この3つが出てきますけどもね。まあウッキーはほとんどビデオしか使ってないので、これではビデオでチェックそのままにしています。でその次はデフォルトビデオサブモード。これはタップするとこんな感じで、あ、ビデオのまた種類が選べるということですね。一番最初に何をしたいかっていうことです。ビデオかタイムラプスビデオかビデオプラスフォト、ルーピングビデオって書いてますけどね。このルーピングビデオっていうのはメモリがいっぱいになっても上書きをねこうされながらバッテリーが切れるまでは撮影できるモードになります。じゃあ戻りまして、次はねクイックキャプチャー、これですね。クイックキャプチャーっていうのは電源がオフでもあのシャッターボタンをね押すだけで撮影がスタートできるようにするモードですね。で戻りまして、次は LED ですね。 LED はあオフと、2個か4個っていうのがあるんですけどね。GoPro ね、このボディには LED 点灯がボディの四方にありますから、4個か2個の点滅か、完全オフで映り込みを防ぐモードが選択できます。まあ2個でいいと思うんですけどね。点滅させたくなかったらオフです。撮影中にね。で戻りまして、次のビープオン。これは音ですね。操作した時の音が 100% か 70% か完全に音を消すかってことですね。そして次は、ビデオフォーマット。ビデオフォーマットですが、デフォルトでは NTSC です。まあ、このビデオのね、解説は基本的に日本人が見ている場合が大半だと思うので、まあ、パルにする必要はほとんどないとは思います。このままでいいと思います。次はオンスクリーンディスプレイですけどもね。これはどういうことかと言いますと、タップすると多分オンとオフしかできないと思うんですけどね。これはプレビュー映像をね、オプションのこの液晶画面表示をね、完全にオフするのではなくて、映像はそのまま流して、文字情報などだけをオフにするモードになります。デフォルトではオンになっていますけども、ウッキーは液晶画面を持っていないので、ね、ここでは調べることができません。で、次はオートオフですけども、これは GoPro の、ね、操作が一定時間なかった場合の節電モードになります。タップすると、ネバーのオフにしないと、1分、2分、3分、5分が選べるようになっていまして、ウッキーは勝手にオフされたくないから一番上にしています。で次はワイヤレスモードとなっていますが、これは GoPro をねアプリから操作するか、これどうなってるんですかね。スマート RC APP オフになっています。ああなるほど、まあ、ウッキーの場合はねこのスマホで操作する場合がほとんどですけども、GoPro にはね、この専用のリモコンみたいな感じのものがね、別売で発売されていますから、それで操作するかどうかっていう指定ができます。多分このスマートにしておくとね、どちらにも対応するはずなので、まあこれで良いと思います。オフにする場合はここで一番上ですね。次は、セット、デート&タイムって書いてますけども、これはね、これを押すと、スマホのね、この時間を GoPro 内蔵の時計に設定する場所になります。一回タップするだけでもこちらに情報が行くんでしょうね。以上がこのセットアップに対する
説明になります。では次はデリートのねカテゴリーを見ていきたいと思います。デリートは、最初のデリートラストファイルっていうのはタップすると最後に撮影したファイルのみの削除で、2つ目のこのデリートオールファイルフローム SD カードっていうのは SD カード内の全てのファイルを削除することになります。今はタップしません。次はカメラインフォですが、ネームっていうのは大きいの場合は UKI にしているのでこんな名前になっています。でそこをタップするとこんな感じでネットワークネーム、ウッキーだったら UKI3 つですけども、それとパスワードをまた違うものに変更することもできるみたいですね。2位のものを打って一番下をタップですね。戻ります。バージョンは何もタップしても変わりませんね。今こういうバージョンだということですよね。でロケットカメラ、これは何ですかね。あ、わかった。これをオンにするとこんな感じでカメラが、音を発します。だからカメラを見失った時などに使うモードですね。これをオフにすると消えます。その次このワイヤレスコントロール、USE ウィッシュカレント Wi-Fi リモートって書いてますけども、ワイヤレスコントロール、すでにペアリングされている専用リモコンからの操作に切り替えるというモードみたいですけどね。で下が USE ウィッシュニュー Wi-Fi リモートということは、新たに手に入れた専用リモコンの操作に切り替えるということでしょうね。でもこれね、僕はその専用リモコンを個人的に所有していないので、今動作チェックは、省略させていただきます。そういう時に使うということです。で一番下がカメラのバッテリーですね。これは今まだ 100% バッテリーが残っている状態です。最後の項目に行ってますね。今これカメラのカメラスタッツっていうんですね。で SD カードキャパシティって書いてますけど、ここをタップするとこんな感じで一番上からビデオオンカード、これは8っていうのは現在まで録画した本数っていうことですね。でビデオタイムリメーニングっていうのは2時間9分になっていますけども、これは、現在の設定モードで撮影ができる動画の残り時間の残量になります。ちょっとねこれ2時間9分ですよね。例えばこれを120フレームにすると、あ、1時間38分に少なくなったからちゃんときっちり反映されていますね。そしてフォトスフォンカードっていうのは0枚ということは何も撮影してなくて、フォトリメーニングっていうのは6877になっていますが、これは今入っているメモリーでの残りの撮れる写真の枚数ということになります。ここまでですね。セッティングのことでは全てのセッティングはこんな感じになります。まあ、軽くですけどもね、この横のとこもタップして中を見てみましょう。これはもうビデオかタイムラプスビデオにするか、フォトプラスフォトルーピングモード、写真を撮りたい場合はこっちですね。今暗いから多分勝手にナイトモードになってるのかもしれないですけど、シングルしたらこんな感じですし、こっちはバースト連写ですね。タイムラプスとナイトラプスがあります。
こんな感じで写真とムービーを撮る全部の切り替えをここでするみたいです。で、あとはここですね、ここの画面の左下をこうタップするとこんな感じで再生機能の一部をさっくりと説明しますけれども、これ今までこう撮影したものがこんな感じで表示されています。で、例えばこれをタップするとこんな感じで再生できるわけですね。こうやって早送りもできます。これちなみに 4K で 4K の30個まで撮影したムービーですけどもね、非常にスムーズに再生しています。で、もしこれがいらなかったらここの右上にデリートで削除もできますしね。で、トリミングとかもできますし、アップロード、ダウンロード、これ多分カメラロールに保存するんですけども、フル HD では保存できるんですけどもね、 4K とかダメなんですよね、 iPhone では多分。ほら、こんな感じでダメって出てきますね。 4K とかの高解像度ではダメなんですよ。あとちなみにこのセレクトを押してこうねタップして削除をすると、この選択した項目だけを一気に削除することも可能になります。はい、 GoPro のアプリの操作一覧を試してみましたけれども、いかがだったでしょうか。最後までお付き合いくださった皆様は本当の意味で GoPro 信者だと思います。このアプリのほとんどの内容が英語表記なのでとっつきにくい方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、この動画を参考にしていただければ良いなと思っています。そしてこの動画を作るにあたってこんな書籍も参考にしてみました。すごく内容が良くて、発売して間もないのと、情報が最新なのでご興味のある方はリンクを記載していますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。